さて、読み込みが終わったようです。リグループ with サミュエル・タイラー and マーシャルズと、まあ、再開しろってことでしょうね。ってことはトランジットにいるんじゃないの？ゲッティ・コロナル・マーシャル・ビューロー。その、本部に行けってことでしょうね。ああ。とりあえずセーブしよっか。どこにいるんだろう。もう多分あそこにいるんでしょうね。もう行っちゃったってことか。タイラーが、ね、危険な状態だから。生命維持装置があるってことだったんで、この感じはこっちに行くのかな？あ、なるほど。ただこっち来いって、階段登ったすぐあるから見落とすわけはないって言ってますね。これは何これ？トランジットシステムの駅の略図か。キープアウト。アイテムがありますね。ここら辺にはエリアいないんじゃないの？見た感じなんかエリアはそんないっぱいいるわけじゃなさそうなんですよね。多分あの一匹だけなんじゃないかな。どうなんだろう。あれはアンドロイド。あ、ファックザマーシャルって書いてある。こっち調べなくていいのかな？ちょっと一応見ときますね。なんか、こういうバッグがやっぱり置いてあるけど、これは開かない。こっちはどう？あ、あったあったあった。アイテム作ったところでっていう話なんですけど。アイテム作ったところでってね。あんまり役に立たせてないので。あ、そこにもあるね。結構ね、操作っていうか、この走ったりする動作はもたもた感いっぱいなので、リボルバーにしとく？ここは何？なんかショッピングモールって書いてありましたよね。先日本語で。これも開けておく？はい。キープアウト。ここがショッピングモールだったのね。前は。で、コロニーマーシャリングって日本語になってるけど、動詞なの？マーシャルって。わかんないけど。なんか豚目が書いてある。コロニアルピッグスって書いてある。植民地の豚目みたいな感じ？RIP っていうのはレストインピースだから、セバストプールよ、安らかに眠れって感じ？ってことで、ここに皆さんいらっしゃるみたい。お、あ、セーフなのね。なるほど。プランがあるんだ、ウェイツにはって言って。だけど、そんなの。おう。おう。ナイスワークだって褒められたよ。あなただったのねって、トランジットを動かして、そのカーを動かしてくれたのは。この人なんか誰かに似てない？まあいいけど。日本人っぽいね。で、ここは開かない。あ、テイラーはどうだって？安定してるって。ああ、もうすぐ歩けるよって。サミュエルが一緒にいるって。ああ、ちゃんとね、トランジットカーを動かせるようにしたから、イーブンだって。対等な関係ってことね。ここで俺は忙しくしてるんだって言って。フライトレコーダー？あ、マローズシップってエイリアン運んできた船ね。He's put on a gas giant. やっぱり木星みたいな巨大惑星の近くに止めてあるって言ってるんだけど、彼の船はね。だけど詳しいことは何も話さないから、遠く、マーロに直接聞いてみろって。あ、この人が、あれね、サミュエルね。一緒にタイラーと言いますね。ガスジャイアントっていうのが、木星みたいなガス惑星ですね。巨大な。英語では確かそんな風な言い方だったんですけど、マーローはどこにいるの？あ、いた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 。この人ね。お、悪そうじゃないの。Talk to Marlow。Marlow？何が知りたいんだ？リプリーだ。カンパニーと一緒に働いてる。カンパニーで働いてる。ああ、エンプティーボックスってのはそれフライトレコーダーを持ってきたんだよって。
個人的な用があったのって、私のお母さんがね、あの乗ってたの、あの船に行って、マジかよって。あんたのお母さんの船は見つけることはできなかったって。でも他のものは見つけたんでしょって、何があったのか分からないのって。ここから出してくれたら考えるよって話すのは、ただ話し始めるんだって言って終わっちゃった。ってことは1の終わりで、なんか何十年後かに発見されるのが2でしたよね。で2の時点では娘さんが死亡してたっていう風な話だったんで、やっぱり1と2の間の話ってことなんでしょうね。でお母さんは多分漂流してたかなんかで見つけることができなかったんだけど、このマーローっていう人の指示指揮する船がフライトレコーダーを発見したってことだったと思うんですよ。でそこでエイリアンと遭遇をして、多分フォスターっていうね女性の人が、ここで治療を受けて、そこからエイリアンのあれが生まれたんじゃないかなっていう。何これ、あマーロー、ゆっくり行きましょうって。ビーコンの音。フォスター、あ、フォスターいるね。フォスターどの人？この人は女性じゃない。女性って言ってたんですよね。この人か。あ、この人だね、多分。この人がエイリアンに多分寄生される人ですね。で、私は何なんだろう。私は何のキャラ？誰だろう。スキャンフォーダシグナル using a tracking device RB で、なんだこれ、フォスター、ミークス、うん、ちゃんとよく見ろよって。なんかね、シグナル、多分フライトレコーダー、そのお母さんの船のフライトレコーダーを探してるんじゃないかな、これ。海藻ってことか。じゃあなんか針が動いてるけど、これどうやって使うのかな。海藻の中で死ぬことはないと思うから、そんなに難しくはないと思うんだけど。おおお、反応があるぞ、反応があるぞ、反応があるぞ。こっちだ。あれ、この針が赤と青のやつが交わった部分らへんに行けってことか。この人何も持ってないのに進む方、この人についてきゃいいんじゃないの。はっきり言って、さっきこっちの方向だったけど、どこだ。こんな嵐じゃ何も見えねえよって。風が止むまで待つべきだったんじゃないのかって。行くんだって、トラッカーを持ってる、進むんだ、進め。If it's a distress signal, they wouldn't have lasted, which means we get the salvage rights to anything we find. あ、なるほど。このね、信号は長くは持たないから、さっさと探さなきゃみたいなことだと思うんですけど、ディストレスってなんだっけ、どういう意味だっけ、忘れちゃった。こっちでいいの、やっぱこっちみたいだね、方向としては。いや、この人についていけばよかったんじゃないんだから、要するに。おおおお、ちょっとちょっと、危ない危ない危ない、落ちる落ちる。どっち行けばいいんだ。チェックアウト、ゾゾ、ロックスフォーメーション、ロックフォーメーションって何？ナチュラル？ああ、自然系、自然のものじゃないんじゃないかって言ってるんですね。なるほど。なんかね、ブロックされてるから、道が。別ルートで探してみるよって言ってるんですけど、これ何もない。あ、レグアップ、誰が手伝ってくるの？あ、この人、あ、これでレグアップってのをこうやって乗ることね。よいしょと。で、レフトサイド、左側からね、ちょっとウィークスポットを見つけ、あ、なるほど。パスを見つけたから行ってみると、おーおーおおお、すごいね、これ。星なんだろうね、どっかの。うわー、これは怖いね、結構。おーおーおーおお、大丈夫なの？大丈夫なの？階層部分で死ぬとは思えないんだけれども、おお、やばいよやばいよって、出川さんみたいになってる。あ、床が落ちちゃったのね。あ、大丈夫だ。いやー、これ危なかった。
うん、来た道から戻らなさそうだって。ちょっと気をつけてよねって言ってますけど、ディストレスシグナルってのは何だろう。お母さんの船を探してるわけじゃないのかな。多分お母さんの船のフライトレコーダーについてるなんかレーダーを検知してるんじゃないかなと思ったんですけど、なんかちょっとこのレーダーといい、なんか長くは持たないだろうっていい。おお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 お、こっちでいいの？ちょっとわかんないんだけど、走れないし、よく見えないし。ああ見えるよって。なんか見つけたと思うんだって言ってるけど、何も見えないよ。ちょっとこれ何何フィッシャー、何だって、ちょっとわかんない、聞こえなかった。どうすればここじゃない。どこ行けばいいんだ。こういう時はレーダーを頼りに行くしかないだろう。あ、こっちっぽいね、多分ね。あ、これプレイスはボムだった。あー、なるほど。岩をぶっ飛ばすから気をつけろって言ってたのね。なるほど。ムーブバックだって。はい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 。動きが遅い。あ、ホールド LT。じゃあ見ましょう、爆発シーンもちゃんとね。LT。デトネート、ホールド LT。ホールド LT してるよ。だから、LT してるけど。プレス、RT、ホワイルホールディング。ああ、なるほど。こうするのね。おおこれより先に行けないから、道を作るために爆破させたってことですね。ここはなんか岩石の惑星のようで、おお、びっくりした。Let's get going. うん。Follow me. こうついてこいって言ってるけど、シグナルがなくなっちゃったんだけど、でも、あ、あっただだだ。こっちみたいだね。こっちだこっち。またあの腕貸してくれって。ああ、押されてる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 。はい、行きましょう、行きましょう。はいはい、はいはい。はい、いいよ。はい、ありがとう。で、いや、こっちみたいですね。ん？ここまっすぐか。お！あ、あれ、プロメテウスの船じゃないの。あー、なるほど。エイリアンと遭遇のシーンの回想なんですね、ここは多分。ですよね、これ。プロメテウスの時の船ですよね、この変な。リング状の、あれは。これ降りられんの？あー、回想終わり。まだ続くのかな？いやー、でもなんか、映画チックでいいですね。さすが 20th Century Fox。監修というか、なんていうか。ってことで、またちょっと、ローディングが長そうなので一回切りたいと思います。さて、終わったようです。 Find the source of signal。 やっぱり違うな。多分その難破船のシグナルじゃないものを見つけて途中で寄ったんでしょうね、これは。さっきからなんか変なこと言ってたんで、救助するとかそういう話は一切なく。なんで、この船の何かの信号をキャッチして寄ったんじゃないかな、この感じは。ってことは、マーローが乗ってきた、なんとか号は、もう、エイリアンの巣窟ってこと？ちょっとわからないんですけれども、多分宇宙船調べに行くんでしょ、この感じは。なんか随分カラフルな宇宙船です。あ、宇宙服ですね、これ。なんかただのニットのなんかズボンみたいな。 Enter the
デリシットってなんだろう、デリクト、デレリクト、わかんない、ちょっと宇宙船ってことかな、未確認、未確認建造物。いやーすごいねこれ。おお、なんか映画みたいでいい感じですけれども、なんか見てるとワンを強く意識した作りですよね、やっぱね。うん、まあ2になってね、ちょっとアクション性が増えたっていう点で、まあ見やすくはなりましたけど、やっぱ1がね、インパクト強かったですもんね。スペースホラーってことで。まあエイリアンをぶっ殺していくスタイルもいいかもしれないけど、こういうなんかね、ドキドキしながら、エイリアンに追われる方がいいのかな？エクスプローザー、この船をね、多分けん、あの、探索、あ、探索しろってことだと思いますけど、よく再現してありますね、でも。こんな感じでしたもんね。プロメテウスの感じを見ると、異星人が、ってことでしたよね。なんか、でっかい巨人みたいなのいましたもんね。あの、アンドロイドみたいな。あれが乗ってた船なんですよね。あれ、ちょっと、いまいちっていう感じですけど何回も見てるけどっていう。ああ、あったあった、あれだよね、あのでかいやつね。 Holy shit。 なるほど、触るときは気をつけろよって。ダメージされる、ダメージね、コックピットかなんかがあって、じゃあこれは船なのかって。ああ、いい稼ぎを見つけたんじゃねえのかって、起こせるんじゃないのって。うん。It's a life form. 生きてる。It was か。うん。今は生きてた。今は生きてねえよって言って。で、我々のね、所有物になったんだって。うわぁ、すごいね、これ。よくできてること。あ、この人が、マーロが喋ってることね。トラック。トラックを見つけたのって。何かが引かれたような跡なのよって。ああ、でも、うん、気に入らないよって。でも、そのね、あの、跡がここに繋がってるのって。ああ、ノストロモのなんか、あれがあるって。誰かが来た。ノストロモの、あの人たちがここに来たんじゃないかなって。でも、我々より前に来てるのにって言ってますけど。ビーコンを見つけて、とりあえず消すから、フォスターとあの人たちは下の階を調べろってことですけど、ロケートディストレスビーコン。なんだこれって。こんなもん見たことねえよって言ってますけど、じゃあビーコンを探せってことね。青い矢印が動いた方向にあるんじゃないの？こっちっぽいね。あ、こっちっぽいね。ここだ。こっちだね、多分ね。ここだ。ちょっとまた腕貸してくんない？あ、来てくれた。あ、なるほどね。手伝ってくれるのね。あったあった。ありがとうよ。ありがとうよ。誰だかわからんけど。よいしょ。走れないですね、ここも。あれ？さっきは信号出てたんだけど。まさかエイリアンはもう出てこないよね、ここでは。ここには空気はないのかな？映画の中ではなんか空気があったような気がするんですけどね、船の中は。お、光ってるよ。ウィークス、ビーコンを見つけたって、調べてみるって。でもこれエイリアンのやつなんでしょ？そのなんか古代人かなんかの止め方なんてわかんの？お、光った。なんだこれは。これの反信号をキャッチしたみたいですね。で、これどうすんのこれ。シャットダウンザビーゴンってわかんの？そんなあ、触るだけ。撫でて、おお、止まったの？これで止まったらしいよ。何が起こったか分かんないけど、ビーコンは止まったって。マーロ見なきゃ、あなたこれ綺麗よって言ってるんだけど。リターントゥードウィンチ。ウィンチって何？ウィンチなんて人いた？
ウィンチの元へ帰れだって。ちょっと遅いなこれ。別に今回想シーンなんでね、そんなに、まあ楽しんでるだけですよここは。まあ自分で回想させる。お、なんかあそこで、ああそうか、下の階に降りろって言ってたから、なんかどっかの穴掘って下に行ったのかな。なんでキャビンが下にあるって分かったんだろう。うわーすごいねこれ、本当に映画スケールですね。オッケーオッケー。じゃあ、どうやって上がるのそこまで。ちょっと遅いんだけど。とにかく遅いんだけど。これはどこから上に行けばいいのかな。上がれないよね。ちょっと上がれないんだけど。ん？ちょっとなんか、私間違えた。あ？なんか、ああ、こうやって上がれるのね。うん。ウィンチってこの人？ウィンチなんて人いたっけ？穴開けたんだやっぱり。あ、これがウィンチっていうのねこれ。あ、なるほどね。あ、車にあれつけて車引っ張ったりするやつか。あ、なるほどなるほど。でこれで下に滑って降りていくのね。オッケー、下ろしてくれっていうサイン。すごいね、なんか鍾乳洞みたい。もしくは穴を見つけたのかなこれ。これエイリアンの硫酸かなんかで溶けた穴？この溶け具合は。なんかそんな気もするよね。ってことは下にエイリアンがいるのか？うわーすごい！なんだこれは。あれは触ってはいけないもので、触ってはいけないものでしょ。何回も見てるけど。気をつけろよって。うわーこれはエリアの卵の孵化室でしょ。うわすごいこれ。おおってことはここでフォスターさんがなっちゃうんでしょ。すごいねこれ。おおここだけ生きてるって感じなのかな。それともみんなすごいいっぱい数があるってこと。じゃあ降ります、降ります。あ、降りられない。卵だね。映画でよく出てくる。よく出てくるっていうか。あ、回想シーン。もう完全にワンですよね、これね。開いちゃった。やられちゃうよ。覗かない、覗かない。覗かないよ。得体の知れないものに近づかない方がいいんじゃないの？あー、やっぱり？フォスターさんは、まあ、なんだっけ、これ。フェイスクローじゃなくて、あ、フェイスハガーだ。フェイスハガーにね、卵を植え付けられるっていう感じで、まあ、母船に帰って、そこで羽化するっていう流れなんでしょうね。で、そのエイリアンが、船に荒らし回ってるのか、ちょっとわからないですけれども、OK。もっと知りたいのよって。あー、なるほど。コムコントロールをね、やって、もっと情報を知りたいんだって。ここから出してよって。でも出せないのって。うん。そうか。じゃあ、俺のいる場所は分かるから、いつでも開けてくれよ、みたいな感じ？何、何、何？プラン B？ 何が起こってるか分かんないけど、私参加したいのって。ついてきてくれって、あんたのいるものがここにあるっていうことだけど。お！なんか武器じゃないのあれ。ついに、コレクサフレームスローアーってことは、火炎放射器じゃないですか。よし、これがうまくいくといいわねって。やつはね、動物だからね、動物は炎に弱いだろって言ってるけど、まあ効果的だったよね映画の中でも。信じたいけれども。よし、じゃあこれも調べて OK。 ちょっと使ってみたいね。まあ倒すことは、ん？はあ、なるほど。エイリアン自体をどっかに閉じ込める作戦があるみたいですね。よいしょ。じゃあ、とりあえずセーブして、今回はちょっと、ね、あれが多かったですけど、ちょっと、
最後のカメラに入ってこないだなと。ということでですね、まあ、ちょっとあの人の様子見ていこうか。ここ入れるんでしょ。タイラーさんは、なんか命に別状はないみたいな感じ、まあ、すぐ歩けるようになるよって言ってたんで、これはなんかちょっと日本的な感じだね。鎧っていうか、これなんだろう、博物館的な感じ。あ、でもマーシャルの本部って言ってたもんね。ってことはこれをが戦闘宇宙服的な感じなんだろうね。ちゅうことでですね、これは違うな。ちょっとこれ見て終わりにしようか。マーロー H、マーロー H、マーロー H。Weak Beginning、Impounded。これは何をやってたかってことかな？アミニション&ウェポナリー。レベル3プラズマシェア。なんか手に入れたやつか。YV プロ、ん？プロペリアタリー。フライトレコーダーユニット。あ、フライトレコーダーユニットっていうのがあれね。お母さんが乗ってたやつの、あれか。Some kind of parasite。そう、だからドクター・リンガードも全員関係してるってことですよね。今までこの人が、いろいろオーディオのレコードとか、聞いた中では。黒人の女性の人がね、そのフォスターっていう、寄生された人を直して、そこから始まったということなんで。面白いですね、話も。なかなか。映画の延長線上みたいので、楽しめますね。ってことで、また次の動画でお会いしましょう。ちょっと調べるもんだけ調べて、ね、終わっていきたいと思います。OK。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ではではでは。